さあ、後半ですね。コンシェルジュさんのコーナーです。最初はじゃあ、なおざセレクションいきましょうか。青山骨董通りにセレクトサロン、ザ・セレクションを基地にファッション業界に物を申す。オーナーでデザイナーの鎌澤直江さんです。こんにちは。こんにちは。ちょっと元気だね。元気ですね。いろんなものがちょっとね、いい感じで、はい。あとさっきちょいことありました。ちょいことだった。ちょいことだった。今ちょっとカチューシャつけてるんですけど。カチューシャつけてますね。マチさんたちカチューシャつけてるんですが。今日まずカチューシャつけております。これさっきナオさんからいただいたんですけど、はいはい、フリュームの見えるか。あ、フリュームの。フリュームの。フリュームのポストカード。ボソカードじゃないですよ、このヘアアクセ見てください。ヘアアクセと、そう、これね、プリムの。いや、ヘアアクセ見てますよ。見てます、可愛いでしょ、うん、春っぽくて。してきてないけど、してきてましたみたいなね。遅れてきましたけどね。遅れてきました。もうね、最近寝不足で、春だから。違うでしょ、もうね、明後日です、いよいよ。そうなんですよね、おかげさまで満員御礼になりました。拍手、はい、よかったね、いよいよね、はい、なおちゃん主催の、はい、ファッションコンテスト、はい、戦場ファッションコンテストですが、はい、そうなんです、うん、もう今週あの Facebook とかあの経過報告、はい、ね、あと8名ですとか、はい、あと4名です、売り切れました、来た売り切れた、完売ね、ね、楽しみですね、完売しましたって言って終わっちゃいましたからね、最初ね、完売して終わりですが、本番が当日があるからね。そうなんです、今だからまとめてる最中なんですけど、うん、なんかいろんな方が来ていただいて、うん、まあ、主人の方でお偉い方たちとかも、うん、大丈夫、お偉い方のおもてなし、やばいんですよね、この後でエリさんに聞きとくね、おもてなし学校行った方がいいよね、行った方がいいって、ね、本当にね、あの、まあ、ここだけの話、まあ、ラジオですけど、あの、君行った方がいいと思う。確かにそうですよね、この間のパーティーの時もね、うん、挨拶がね、ずっこけてましたよね、はい、あのこの間のパーティーの時も、パーティーが終わった後に、私とかですね、あとなおれちゃんのね、会社員時代の先輩たちから、後半呼び出しですよね、そうですね、はい、呼び出しという飲み会になって、はい、でもあの、ありがたいね、あのいろんな人が、そうですね、いや本当にあの運営チームのサポート側もそうですし、うん、お客様もそうですし、うん、私が一番新人ですからね、みたいな、ね、新人コンテストって言ってますけど、うん、私一番新人ですみたいな、いやこれね、あの思うんだけど、あのなおちゃんの会行った時に本当ね、あの準備7割6割ぐらいなんですけど、当日に会場に来た人たちがさ、助けてくれるよね、そうなんですよね、うん、人格だね、いやー、本当ありがたい限りが、そうですね、はい、まずあのそういう形で、はい、いよいよ始まりますけれども、はい、ね、頑張ってくださいね、はい、僕らもあの、ね、ラジオの出演者もね、はい、応援に来ますので、はい、ありがとうございます、はい、では、なおえザセレクション、なおえちゃんのコーナーでした、はい、こうやってね、まあ、仲間がですね、イベントをね、クリスタルといえばいろんなお仕事を持ってるのを持ってるんですけれども、いやーこれね、盛り上がるんですよ、盛り上がるしね、ここのところメンバーが主催するイベントって満員御礼多いですね、うん、